熊本大学発生医学研究所細胞医学分野の江藤です。本日は RNA-Seq シェフ、遺伝子発現変動を自動的に可視化する RNA-Seq 統合解析ツールというタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。本日はまず簡単に概要を説明し、次に具体的な使用例をメインに発表させていただきます。まず RNA-Seq 解析の工程は大きく分けると2つの工程に分かれます。まず一次解析と呼ばれるシーケンスリーズをリファレンスゲノムにマッピングし、カウントデータを作成するステップ、そして二次解析と呼ばれる発現変動遺伝子、これを DEG と呼びます。DEG 解析および複数のデータセットの統合解析を行います。私はこの2つの工程の中でも後者の二次解析に着目したツールを開発しております。一次解析に関しましては、プログラミング言語の使用なしで使用することができる専用のウェブツールが存在すること、また RNA-Seq のカウントデータをまとめたデータベースが存在することから、一次解析用のツール開発は省略しました。その一方で、二次解析に関してはいくつかの問題点があります。まず、情報解析のスキルが求められます。特に統合解析するためには、プログラミング言語の使用が必要です。次に、再現性の問題もあります。目的が同じ解析でも、使用するコードやツールの組み合わせで結果が変わる場合がありますので、解析する人によって結果が異なるという場合があります。このように RNA-Seq 解析は初学者にとってハードルが高いので、公共データベースに有用なデータがあるにもかかわらず簡単には活用できない、このような問題があると考えました。私はこの問題を解決するために、直感的な操作で簡便に RNA-Seq 統合解析ができるツールを開発したいと考えまして、RNA-Seq データコントローラーハイライティングジンエクスプレッションフィーチャーズ、略して RNA-Seq シェフを開発しました。RNA-Seq シェフは国際的に定評のある R パッケージを組み合わせることで、RNA-Seq 解析に求められる機能を包括的に実行できるように開発しました。この RNA-Seq シェフでは、RNA-Seq のデータベースからダウンロードしたデータ、または手持ちのデータをアップロードするだけで、2群間の比較解析や多重比較解析、ベン図を用いた解析、エンリッチメント解析などが簡便に実行することができます。また、自由度の高い解析を実現するために、ダウンロードした解析結果をそのままの形で再アップロード、再解析できるようにフォーマットを工夫しています。というのも、 RNA-Seq 統合解析では状況に応じて様々な解析パターンが存在します。例えば、 DEG 解析した後にベン図を書かせてからパスウェイ解析を行いたい場合もあれば、ベン図を書かせた後に K-means クラスタリングを実行してからパスウェイ解析を行いたい場合もありますし、状況によってはその逆もあり得るかもしれません。このように様々な複雑な解析パターンに対応できるように、 ダウンロードした解析結果を再アップロード、再解析という、このサイクルを簡便に実行できるように開発しました。次に、早速実際の解析例をご紹介します。まず、シンプルな2群間の比較解析をご紹介します。まず、アプリ上部のメニューバーからペアワイズデグを選択し、カウントデータをアップロードします。次に、データセットの種を選択し、リザルトオーバービューというタブをクリックします。すると、自動的に解析が実行され、このようにクラスタリング解析や DEG 解析の結果が出力されます。カットオフコンディションは左のセッティングパネルから自由に数値を変更することが可能です。変更すると、すぐに解析結果に反映されます。次に、GOI プロファイリング、ジーンズオブインタレスト、
のプロファイリングのタブを押しました。このように興味ある遺伝子を入力すると、ボル系のプロット上でのその遺伝子の位置、ヒートマップ、ボックスプロットなどが得られます。またこのようにスライドバーを操作することで、ボル系のプロットの軸のレンジを自由に変更することも可能です。さらにこのようにボル系のプロット上でエリアを指定することで、そのエリアに含まれるすべての遺伝子のヒートマップやボックスプロットを得ることも可能です。次にエンリチメント解析を行います。エンリチメント解析に関してもタブをクリックするだけで自動的に実行されます。このようにドットプロットやジーンセットエンリチメントアナライシス、Cネットプロットといった解析結果が出力されます。なおこちらのウィンドウから自由に解析に使用するジーンセットは変更することができます。最後にダウンロードサマリーボタンを押します。このボタンを押すことにより現在ブラウザ上に表示されているすべての図やテーブルデータを一度にダウンロードすることができます。ダウンロードされた ZIP ファイルを回答し、中のフォルダを確認すると、このようにクラスタリング解析の結果やデグ解析の結果が出力されていることが確認できます。またレポートファイルも自動的に作成されます。このようにセッティングの情報や解析結果の図をすべて貼り付けたワードファイルが出力されます。したがって結果の管理も簡便に行うことができます。以上のようにこのペアワイズデグというセクションを使うことで二群化の比較解析が簡単に実行できます。ペアワイズデグのセクションに関して補足します。まずカウントデータのフォーマットについてですが、タブ区切りテキスト、間膜区切り CSV、Excel ファイルをインプットファイルとして使用することができます。カウントファイルの中の、中身のルールですが、サンプル名にルールがあります。アンダーバーは N 数を表現するために表現するために使用します。このアンダーバーはそれ以外で使用してはならないというルールがあるのでご注意ください。次にデータの比較の仕方ですが、カウントデータの並び順で比較します。こちらの図の場合ですと、ワイルドタイプ KO の順で並んでいるので、ワイルドタイプ VSKO という比較の仕方になります。またホールドチェンジはワイルドタイプ VSKO の場合、ワイルドタイプは割る KO で計算されます。次にローカウントとノーマライズカウントに関して説明します。RNAseq Chef のデグ解析では、高精度にデグを検出するためにローカウントをインプットとして使用します。ただオプションとして、発現量の小さい遺伝子をカットオフしたい場合には TPM などのノーマライズカウントも同時にアップロードすることができます。ただこの場合にもローカウントは必要です。デフォルトでもデグ検出のアルゴリズムによりノーマライズカウントが生成されますが、このノーマライズカウントは遺伝子調の補正がされていないので注意が必要です。遺伝子調がご存知の通り、遺伝子調が大きい遺伝子の方がマッピングされやすいので、遺伝子調の補正なしでは遺伝子間の発現量の比較はできません。そこで発現量の小さい遺伝子をカットオフしたい場合には、遺伝子調の補正がされた TPM などのノーマライズカウントを使用できるように工夫しています。ノーマライズカウントはこちらからアップロードすることができます。次に2つ目の解析例として、複数のデータセットの統合解析例をご紹介します。例えば複数の細胞種に関して同一の処理をした RNAseq のデータがある場合、このような解析が有効です。具体的にはそれぞれの細胞種に関してデグ解析を実行し、その結果を重ね合わせます。
その後、共通の遺伝子および非共通の遺伝子に関してエンリチメント解析を実行します。これにより、共通して影響を受けるパスウェイや細胞種特異的に影響を受けるパスウェイを予測することが可能です。本日は3つのタイムポイントにおけるワイルドタイプと KO の比較のデータを用いた解析をご紹介します。このような解析を実行しますと、各タイムポイントにおけるデグ解析の結果やクラスタリング解析、ベンズ、ヒートマップ、パスウェイ解析、そして代表的な遺伝子の発現量のボックスプロットなどが求められると思いますが、 RNA-seqCHEFを用いることでこれらの解析が簡便に短時間で実行することが可能です。実際の動画をご覧ください。まずペアワイズデグのセクションを選択し、オプションバッチモードを選択してから、解析したい、カウントファイルをすべてアップロードします。次にデータセットの種を選択し、カットオフコンディションを確認してからダウンロード ZIP ボタンを押します。このダウンロード ZIP ボタンをクリックすると、自動的に各ファイルに関してデグ解析が実行されます。なお、アプリ内にはインフォメーションボタンを用意しており、このようにカーソルを合わせるとインプットのフォーマットを確認することができます。今ダウンロードされました。ファイルの中身を確認しますと、このように各タイムポイントにおけるデグ解析の結果であったり、クラスタリング解析の結果が出力されていることが確認できます。次にベンダイアグラムのセクションを選択します。アップした遺伝子の情報がすべて先ほどのフォルダにまとめられているので同時にアップロードします。するとベン図が得られます。さらにノーマライズカウントもアップロードします。そして人員リストから解析したいベン図の領域を選択します。コロンはベン図のオーバーラップ領域を意味しています。でヒートマップの下のテーブルデータはヒートマップに含まれる遺伝子の情報が含まれています。で、テーブルデータから遺伝子を選択するとボックスプロットが出力されます。次にエンリッチメントアナリシスを行います。ジーンリストから興味あるベン図の領域を選択すると、このようにドットプロットがすぐに出力されます。Cネットプロットに関してもこのようにすぐに結果を見ることが可能です。以上2分15秒の動画でしたので、このような複数のデータセットの統合解析が短時間で簡便に実行できることがお分かりいただけると思います。ベンダイアグラムのセクションに関して補足します。インプットとなる遺伝子リストについてですが、最大7ファイルまで同時に比較することができます。またファイルの中身に関してですが、解析対象は1列目の2行目からになります。1列目の1行目に関しては解析対象ですのでご注意ください。次にベン図の表記についてですが、ベン図の重なり部分はコロンで表現しています。つまり例えば A と B の比較ですと、A コロン B が共通の遺伝子、ただの A は共通の遺伝子を除いた A の遺伝子、ただの B は共通の遺伝子を除いた B の遺伝子ということになります。次にヒートマップに関してですが、先ほどの動画のように複数のカウントファイルを同時にアップロードする場合にはプレゼットスコアリングの設定に注意が必要です。プレゼットスコアリングを True に設定した場合には、それぞれのカウントデータに関して Z スコアを計算してからカウントをマージします。したがって変化率のみを可視化したヒートマップが出力されます。その一方でプレゼットスコアリングを False を選択した場合には、カウントをそれぞれのカウントデータをマージしてから Z スコアを計算します。
したがって全条件の発現量の関係性がわかるヒートマップが出力されます。少し分かりづらいと思うので、簡単な具体例を紹介しますと例えばある遺伝子に関して D0 においては10から20に変化、 D5 においては100から200に変化したとします。この場合どちらのタイムポイントにおいても変化率に関しては同じ2倍になりますが、ベースの発現量は大きく異なります。このようなケースにおいて変化率のみを可視化するのか、全条件の発現量の関係性が分かる形で可視化するかによって結果の見え方が大きく変わります。状況に応じてこのようなオプションをどうぞ使い分けてください。次に3つ目の解析例として、時系列データの多重比較解析をご紹介します。こちらのマルチデグというセクションでは2つのモードを用意しています。まず1つ目は1つの要素に関して時系列を解析するワンファクターマルチコンディション と、2つ目が2つの要素に関して時系列を比較する2ファクターマルチコンディションのモードを用意しています。具体的な解析の流れは右の通りです。まず DSEC2 と呼ばれるパッケージに含まれている誘導比検定を用いて DEG を検出し、次に任意の2条件でフォールドチェンジカットオフを行います。例えば D0 と D5 の間で少なくとも2倍以上変化する遺伝子など、興味ある遺伝子に絞り込んでから次の解析を行うことができます。次にクラスタリング解析としてディバイスブクラスタリングと K-means クラスタリングの2つのクラスタリングを用意しています。最後に得られたクラスターをすぐにエンリチメント解析できるように設計しています。本日は2ファクターマルチコンディションの具体例をご紹介します。マルチデグのセクションを選択して、2ファクターマルチコンディションのモードを選択します。そしてカウントデータとメタデータをこのようにアップロードします。メタデータの1列目はカウントデータの1行目と一致させる必要があります。今回メタデータの2列目は、時間、3列目が、ジェノタイプに設定しています。データセットの種を選択してからディバイスブクラスタリングのタブをクリックします。本日はリザルトオーバービューは省略しますが、 PCA やマルチディメンショナルスケーリング、デンドログラムや PCA などが得られます。次にセレクトアペア for ホールドチェンジカットオフから任意の2条件を選択します。カットオフの値はこちらのセッティングパネルから自由に値を変更することができます。ホールドチェンジカットオフ後の、遺伝子の数は赤字で示されています。サーバーメモリの都合上デフォルトで解析対象の遺伝子は2000遺伝子に絞っていますので、もしこの赤字の遺伝子の数が2000以上の場合にはこちらのスライドバーを操作して解析対象となる遺伝子の数を増やしてください。このようにクラスタリング解析の結果が出力されまして、下のテーブルデータを見ますとこのように各グループの情報がまとめられています。で、興味ある遺伝子を選択しますとボックスプロットが出力されますし、エンリチメント解析に関してもこのようにすぐに実行されます。次に K-means クラスタリングを行います。先ほどと同様に任意の2条件を選択し、クラスターの数を選択してから、スタートボタンを押します。このように、赤字の遺伝子の数が2000以上の場合には、スライドバーの、数字スライドバーを操作して解析対象の遺伝子を増やしてください。本日は時間の都合上2000遺伝子の解析をご紹介します。ヒートマップが出力されました。
もしヒートマップ上でのクラスターの順番を変更したい場合には、こちらのオーダーオブクラスターゾーンヒートマップの、クラスターの順番を並び替えてください。すると、ヒートマップ上でのクラスターの順番が入れ替わります。先ほど一番上にあった1番のクラスターが一番下に、移動しています。さらに下に表示されているテーブルデータから興味ある遺伝子をクリックすると、ヒートマップ上でのその遺伝子の位置が示されます。またボックスプロットも出力されます。エンリチメント解析に関しても先ほどと同様に簡便に実行することが可能です。最後にダウンロードサマリーボタンを押します。マルチデグのセクションでは大量のクラスターの情報が出力されますので、一つ一つのファイルをダウンロードしては非常に大変です。しかしこちらのダウンロードサマリーボタンを押すと、出力されたすべてのクラスターの情報を一度にダウンロードすることが可能です。ディバイスブクラスタリングとKMeansクラスタリング、それぞれ別にフォルダが用意されていまして、それぞれクラスターの情報が一つのフォルダにまとめられています。以上のように、こちらのマルチデグを利用することで時系列データの多重比較解析を簡便に行うことが可能です。次に4つ目の解析例としてノーマライズカウントアナライシスを利用した相関解析をご紹介します。こちらのセクションではローカウントがない状況でもさまざまな解析ができるように設計しています。例えば PCA や UMAP などの次元圧縮、発現量を可視化するためのヒートマップやボックスプロット、さらに K-MEANS クラスタリングや相関解析を実行できるように設計しています。本日は最近実装しました相関解析をご紹介します。まずノーマライズカウントアナライシスのセクションを選択し、カウントデータをアップロードします。本日は時間を短縮するために4000遺伝子に絞ったカウントデータを用いて解析します。コリレーションアナライシス2つのモードを用意しています。まずセレクティブペアでは、興味ある2つの遺伝子をこのように入力します。すると、相関関係を示すプロットが得られます。色はこちらから変更することができますし、遺伝子名を選んだ場合にはその遺伝子の発現量が色として表示されます。2つ目のスクリーニングモードを実行します。こちらのセレクト GOI から1つ遺伝子を選択しスタートボタンを押します。するとその選んだ遺伝カウントデータに含まれるすべての遺伝子との相関係数を計算しランクプロットとして出力されます。ピーチのカットオフはこちらから変更することが可能です。さらにテーブルデータから興味ある遺伝子を選択するとこのようにランクプロット上で位置が表示されますし、下の方を見るとこのように選んだ遺伝子との相関関係を示すプロットが表示されます。ウェブブラウザ上ですと1つの遺伝子との相関関係しか見れないんですが、ダウンロードすると選択したすべての遺伝子との相関関係のプロットを見ることができます。またテーブルデータから1つずつクリックするのは面倒ですので、このようにエリア指定することもできるように設計しています。エリア選択したエリアに含まれるすべての遺伝子がこのように選択されたことになりまして、ブラウザ上ですと1つとの遺伝子との相関関係しか見えませんが、ダウンロードするとすべての遺伝子との選択したエリアに含まれるすべての遺伝子との相関関係のプロットが1つの PDF ファイルにまとめられて出力されます。さらにテーブルデータをダウンロードしてエンリチメントビューアーのセクションにこちらのテーブルデータをアップロードします。こちらのオーダーオブグループスのところから解析したいグループを選択することが可能です。
それとこのようにポジティブコリレーション、ネガティブコリレーション、それぞれにエンリッチするパスウェイを、知ることができます。なお、こちらのジンセットからドローシェアレギュロンというのを選択すると、高精度に転写因子を予測することが可能です。今回、UCP1 をベイテとして、相関する遺伝子を拾ってきましたので、その上流の転写因子である PPAR ガンマがヒットしたのは非常にリーズナブルな結果だと思われます。相関解析に関して補足します。カウントデータの中に RNA 以外のパラメータを入れて解析することもできます。例えば年齢やクリニカルスコアなど含めて解析できます。したがって興味あるパラメータと相関または逆相関する遺伝子を網羅的に同定することができます。このような使い方でも非常に便利だと思います。またどういうデータの時に相関解析便利かといいますと、データのばらつきが大きいがサンプル数は多い場合、条件の数は多いが各条件の N 数が少ない場合、カテゴリー分けが難しい場合などにおいて威力を発揮すると思います。次に5つ目の解析例としてエンリッチメントビューアーを用いたエンリッチメント解析をご紹介します。こちらのセクションはエンリッチメント解析だけを行いたいとき非常に便利なツールとなっています。インプットの形式に応じて少し挙動が変わるので先にインプットの形式をご紹介します。まずシングルファイルかつ2列目がグループ名のファイルのときに関しては2列目のグループ名に従ってグループごとに解析するように設計します。その一方でそれ以外の時にはファイル名をグループ名としてファイルごとに解析します。まずこちらのファイルのように1列目が遺伝子名、2列目がグループ名のファイルをアップロードした場合には2列目のグループ名に応じてそれぞれのグループに対してエンリッチメント解析を行います。その一方でこのファイルのように1列目が遺伝子名ですが2列目はそれ以外の情報または何も情報を含まない場合にはファイル名をグループ名としてファイルに含まれるすべての遺伝子に対してエンリッチメント解析を実行します。また複数のファイルをアップロードすることも可能です。複数のファイルをアップロードした場合にはそれぞれのファイル名をグループ名としてそれぞれのファイルに対してエンリッチメント解析が実行されます。先ほども少し述べましたがジンセットに含まれているこのドローシェアレギュロンというのは高精度に転写因子の予測ができるので非常におすすめです。以上のように、エンリッチメントビューアーを用いることで簡便にエンリッチメント解析を実行することができます。最後の解析例として、パブリックデータの解析をご紹介します。本日はこちらのグレインという呼ばれるカウントデータのデータベースが便利ですのでこちらを用いた具体例をご紹介します。まずこのようにグレインにアクセスしゲオアクセッションナンバーを入力します。すると、メタデータサンプルの情報が含まれたメタデータとカウントデータを入手することができるのでそれぞれダウンロードします。で、そして RNA-seqChef の例えばペアワイズデグのところでローカウントマトリクスプラスメタデータというオプションを選択してから先ほどダウンロードしたカウントファイルとメタデータをアップロードします。するとメタデータのサンプルの情報に従ってカウントデータが調整されます。
今回ペアワイズデグですので、興味ある解析したい2群に絞って、解析を進めます。このように グレインを用いることで、簡便にパブリックデータの解析が可能です。なお、ペアワイズデグ、スリーコンディションズデグ、ノーマライズカウントアナライスに関してはこの方法ですぐに再解析できるように設計しています。注意点としては、メタデータの再調整が必要なデータもあります。エラーが発生した場合にはメタデータのファイル形式を確認してください。パブリックデータの解析に関して補足します。ゲオからダウンロードしたファイルを再解析する場合には注意が必要です。まず、ゲオのサプリメンタリーファイルに関しては決まった形式がありません。したがってどのようなカウントデータであるか不明瞭な場合もありますので注意してください。また、遺伝子名の誤変換が生じているファイルが混ざっている場合がありますので、これに関しても注意してください。次に、こちらの遺伝子名の誤変換、非常に重要な要素ですので補足します。 Excel を用いてファイルを編集する場合には、 Excel のオートコレクト機能に注意する必要があります。こちらのファイルでは、同一のファイルをテキストエディタと Excel でそれぞれ開いてファイルの中身を比較しています。すると、ご覧いただければ分かる通り、テキストエディタに関しては正常な遺伝子名が表示されているんですが、 Excel で開いたファイルの方ではこのように遺伝子名が日付に変更されてしまっています。このように Excel でファイルを開くだけで誤変換が起きてしまうような遺伝子名がありますので、 Excel を用いる場合には注意してご注意ください。特にマルク1やマーチ1は同じ3月1日に変換されてしまい、遺伝子名の重複が起きてしまいます。このような遺伝子名の重複を含むファイルは RNA-seqCHEF では解析できないようになっていますので、十分にご注意ください。最後に RNA-seqCHEF を使用する利点をまとめます。まず、多機能性が挙げられます。 RNA-seq 解析で求められる機能を包括的に実装しています。次に、統合解析ができます。単一のデータセットだけでなく、複数のデータセットの統合解析が容易にできます。また、現在658種類という豊富な動物種に対応しています。また、利便性、セキュリティという面も意識しまして、ウェブバージョンとローカルバージョンを用意しています。また、結果の管理が簡便にできるように、デグ解析に関しては結果をまとめてダウンロード、自動レポート作成機能を実装しています。また、パブリケーションリリーな、きれいな、フィギュアを、取得できるように、マニュアル操作で余白の調整をできるように設計しています。フォントなどに関してはイラストレーターで微調整することが可能です。ご質問ご意見は、こちらのメールアドレスから、随時受け付けています。最後に、RNA-seqCHEFを使用して得たデータを論文発表に使用する際は、こちらの論文をご引用ください。以上で発表を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。